こんにちは、るかこです。最近ちょっと髪の毛を、ピンク色に染めようと思ってちょっと紫色になってしまったんで、よくあられちゃんって友達には言われるるかこです。今日は、新しく、ベビー&ミーさんから出るベルクをご紹介します。るかこストアでは試着の方が開始しています。12月、2019年の12月の20日から発売が開始されます。なので今、試着ができるお店とかがあんまりないと思うので、ぜひベルクどんなものだろうというところを知りたいかなと思って今日は動画を撮ります。このベルクのヒップシートなんてこちらになります。でこんな感じでヒップシートの台座になっていますが、もちろんこれだけだと新生児から使うにはちょっと大きい感じになるんですが、オプションベルクのオプションっていうのがありまして、こちらになります。こちらのベルクのオプションとベルク本体を買えば、こっちの方を付け替えれば新生児から新生児パッドがなしで抱っこ紐でも使えて、これをここのところに差し替えると抱っこ紐にも使えるし、ヒップシートにも使えると、今まで本当に新生児の時に新生児パッドを買うのをどうするか問題があったんですが、それがいらなくなったのがすごく大きいのかなと思います。ベビー&ミーさんの今回ベルクですが、最初にこの本体を、これはベルクを買うと間違いやすいんですが、ベルク本体だとこのヒップシートの台座の部分と上の部分、ヒップシートのこのセットがついてきます。でオプションのベルクのオプション、こちらを買うと新生児から使えるということになります。今回、ベビー&ミーさんのベルクですが、本当に新生児から使えるオプションがあって、抱っこ紐も使えるし、ヒップシートも使えるし、台座も使えるっていう面では、今まで抱っこ紐もヒップシートも使えるっていうのはフォグネーのナンバー5プラスとしかなかったんですね。なんですが、あとはベビー&ミーさんでも出てたのは出てたんですが、オプションで買い足すっていう形になっていたのが、今回ベビー&ミーさんで出た、ベルクですね、11月20日に発売予約が始まりまして、12月20日から発売。ポイントをまとめます。オプションを買えば新生児から使える、でヒップシートも使えて台座だけも使えるということですね。で、結構ポケットも大きくなったりだとか、台座の部分がすごく小さくなったり、座面の部分が滑り止めが広くなって座りやすくなったっていうところで、本当に今までの欠点というか、ミヤミーさんだったらポケットがあるからミヤミーさんにしますっていう方が多かったんですが、結構今回ポケットも大きくなったし、台座の部分がやっぱちょっと滑りやすそうな気持ちもするから、ポグネにしますっていう方も多かったんですが、今回ベルクさんになって台座部分も滑り止めがつい全面的についてバージョンアップしていってるのかなと思っています。で、ただ間違いやすいのが、ベルクを買えば新生児から使えるっていう風に間違いやすいのかなと思ったんですが、今回ご紹介しました本体と、このオプションパーツセット、ファーストパーツですね、ベルクファーストオプションパーツが必要になってきますので、そこだけ間違わないようにしてください。プシートの土台の部分ですが、今までと違うところっていうのが、台座の部分が、今まではベビー&ミーさんの特徴だったお尻のマークがある台座だったんですが、台座の部分が前面につくことになってかなり座りやすくなっているかなと思います。で大きさとしては、以前のベビー&ミーワンズライトとかワンズと、大きさ自体はそんなに変わってないんですが、前のルカコの、3種類の比較の動画の分はもう一つ前の分なので、ベビー&ミーさん大きく感じたんですが、それよりもかなり小さくスマートになっています。この台座の部分なんですが、赤ちゃんが重たくなってきた時にどうしても上からグイッと重さが加わるんですが、ここの部分に お母さんのお腹に当たっても痛くないように、ここがクッションになっているのがベビー&ミーさんだけのこの中の、タイプになります。これは、新しいベルクと、ワンズ
の方がついていまして、以前のタイプにはついていません。ベビー&ミーさんのベルクの台座部分だけを使うことも可能です。この場合は、赤ちゃん生まれたてで横抱きの補助にすることもできます。こんな感じで、ヒップシートのところでウエスト部分で止まっているので、赤ちゃんの補助、抱っこするときに重さが分散して、腰でも支えながら手でも押さえることができます。こんな感じで赤ちゃんに授乳をするときの補助にもなります。で、ちょっと大きくなってきたときに、1歳になる前、10ヶ月から1歳ちょっとまでのときには、お子さんが歩きたいとか、やっぱり抱っことかっていうのを繰り返す時期に来ます。その時にこの台座の部分だけ腰につけておけば、すぐに抱っこしてあげることができます。またウエストで補助できるので、重さが分散させて、腰が楽だったりだとか、手の腱鞘炎がすごいなりにくかったりとかもします。で、赤ちゃんがこう歩きたいとかなった時もすぐに下ろすことができますし、こうですね、下ろしたりとか抱っこするのもすぐに、はい抱っこって言った時にポンと乗せるだけで済むので、手さえちゃんと補助は必要ですが、抱っこするのがすごく気軽に抱っこすることができるのが、結構家ではもうつけっぱなしにして使ってますという方もすごく多くて、このヒップシート、これは別に、ベビー&ミーさんだけではなくて、ポグネーさんもミヤミリさんも可能ですので、腰につけることで、抱っこの補助がすごく楽になるかなと思います。で、横の、ポケットですが、かなり今までの、抱っこヒップシートの、特にベビー&ミーさんのポケット少し小さめだったんですが、かなり一番大きく、これ結構前のワンズとかよりもでかくなってるのが特徴で、手前のところにここにポケットがあって、ここにも結構入ります。なのでちょっと用事があった時にこう出したりっていうのはすごくしやすくなったのと、この上のチャックの部分ですね、ここにも結構入ります。おむつ1枚とお尻拭きぐらいは入るんじゃないかなっていうぐらい結構大きくなっています。で、両方にファスナーついてるので、どっちか手前にすることもできますし、中にも入れれるのかなと思います。 iPhone 11 11 Pro Max のサイズなんですが、かなり一番でかいサイズなんですが、ここのポケットにすっぽりと入れることができます。手前のところも、あ、余裕で入ります。ヒップシートの台座部分にこの先ほどの抱っこ紐の上の部分をつけます。チャックを入れて、マジックテープを止めます。これが、ヒップシートの本体だけ買った場合についてくるものになって、上の本体部分の上の部分と下の台座の部分が、ベルクの本体となります。なのでさっきのオプション間違えないにしてほしいのが、オプションパーツというのを本体と一緒に買わないと、ここにも書いてます、本体をご購入くださいって書いてます。オプションだけだとオプションパーツのこの腰のところにだけになっちゃうので、どっちも必要にはなってきます。安全ベルトですね、もう一応念のために留めてください。はい、こんな感じで、今、ベビー&ミーのベルクの、本体セットになります。下の部分の台座の部分と上の抱っこ紐、抱っこの本体部分がいつもどっちもくっついてる状態になります。なので、まあ、新生児から使いたいなって方は、ベルクのオプションパーツも買えば、本当に生まれてすぐぐらいで、ちょっと1週間退院したぐらいからずっとベルクの新生児から使えるタイプのオプションをつけて抱っこ紐として使えますし、重くなってきた場合にヒップシートとしても、ベルク本体で使うこともできますし、新生児の場合は横抱き抱っこの補助としてもできますし、授乳もできるし、前向き抱っこ、エルゴ360とかエルゴオムニ360のような、前向き抱っこですね、こういうこんな感じの前向き抱っこ、まあ、パパがよく海外の方とかパパがよくやってるような、まあ、景色を見るような抱っこをすることもできますし、
新新生児の場合はこんな感じでオプションを使うことで、首がまだ座っていない1ヶ月とか2ヶ月でもオプションを使うことで抱っこ紐としても使うことができる、かなり一番多分使い回しはいいとか思います。ただちょっとやっぱり値段が本体と抱っこ紐のオプションを買うと結構まあ額がしちゃうのかなとは思うんですけど、よく皆さんベビービオルンワンとか最初に今どうしてもあれつけやすいし外しやすいしおしゃれなので、ベビービオルンとっても人気だったり、ママの、あの先輩ママに聞いてエルゴオムニ360が人気なんですが、まあお子さんが重くなってきてやっぱりヒップシートも試してみたいという方も結構増えていて、腰が痛いとか腱鞘炎になったとかいう方も増えていて、ルカコストアでは試着に来られる方がすごく増えてるんですが、そういう時に結局ヒップシートも買うと、まあエルゴとかベビービオルンを買ってその後またヒップシートなんで結構な出費にはなるのと思うので、今回のこのベルク最初から買っとくと、まあ抱っこ紐も新生児からもどの方向にも抱っこできて、ちょっと画期的ですね。ベルクのこの留め具のところを外します。でチャックを外します。そうするとこの上の部分だけが取れるのでこれは外します。はい、このオプションの部分とさっきのヒップシートの上の部分ですね、この部分を使います。はい、まずはチャックをつけます。でこのマジックテープのところを留めます。この上側に留めるところのボタンがありますのでボタンを留めます。で反対側もですね留めます。そうすることでこの、新生児から使えるエルゴ360とかエルゴオムニ360クリエアとかみたいな感じで新生児で首座り前から抱っこ紐として使えます。新生児で使う時には股上を浅くするのでここをバッテンにします。でここの部分に水色のマジックテープがあります。でここの腰ベルトのところを開けると水色のファスナーがあるのでこことここをマジックテープで留めます。はい、こっちはピンクがありますのでこっちは白いマジックテープにピンクの糸の部分があるのでそこにマジックテープで留めます。でこうすることでバッテンで股上が浅くつけることができます。という状態ですね。この股上のところが浅くなって狭くなっているので、あの生まれたての赤ちゃんでもここの股ぐりが狭くて使いやすくなっています。はい、ベビー&ミーの、ベルクの新生児から使えるタイプのオプションを今つけているところです。こんな感じで背負って後ろ見せてください。このバックルを留めます。赤さの体と赤ちゃんの間にでパチンと留めます。念のために落ちないためにするためのこれは、バンドになります。ここの股上が浅くなっているので、新生児から首座り前から使えるのと、あとここの今までヒップシートはどうしてもここが浅かったんですが新生児から使えるようにここの頭寄せのところがついていてしっかりと首が座っていなくても赤ちゃんがこうクラクラ頭がせずに止めれるようになっています。はい、ベビー&ミーのベルクなんですが背中の部分のこの留め具の部分がここの部分ですけども可動域がすごく広いのでこの部分を上に上げたりするとこの結構上の肩の上の方まで止まります。で下の方まで行くので背中が硬い、あの体が硬い方でも上にすれば手が届きやすくなります。じゃあ手を伸ばしてみてください。今ここですね、こんな感じでちょっと一回外してみます。外せます。で止めれます。どっちかっていうとちょっとポグネーさんだとここの部分が可動域がここまでじゃなくてこの辺で終わっているのでこ
横になっちゃうんですね、バックルが。なのでちょっと背が体が硬い方だと届きにくいのかなと思います。なので、ミアミリーと、ベビー&ミーさんはちょっと可動域が広いので、体が硬い方でもつきやすいのかなと思います。今までのベビー&ミーさんとかミアミリーさんとかポグネーさんもそうなんですが、外せたりとかってする、これも外せるはするんですけれども、置く場所っていうのが実はこのフードの中に隠れています。はい、出してみてください。ここに入れることができるのでなくさずに、邪魔にならないようにこうフードが出てきています。で、止めてみてください。フードカバーが、頭当てのところに収納することができます。で、こんな感じでフードカバーをのところが、収納できてふっくらしているので、新生児の時に頭当てでこう頭赤ちゃんの頭を支えれるので新生児から使えるという形になります。なんで抱っこもできてヒップシートにもできてっていう形になります。暑い夏とかは、メッシュにすることができます。はい、ここを外して下からぐるぐるっと巻いてもらうとここにこうすることで赤ちゃん汗をかき背中に汗をかきやすいんですが、かなりほとんどもうメッシュで背中が見えるぐらい、涼しく夏は過ごしていただけるのかなと思います。あとちょっとミアミリーの場合はこのメッシュの部分を外さなくちゃいけないので夏の間は外しておく、着くときはずっとつけておくって形になるんですが、ベビアのミーさんとポグネーさんの場合はくるくると巻いてつけておく形になります。股上が大きくなってきた時、赤ちゃんを抱っこする時にはここを広くしたい時ですね、大きく成長した時には、バッテンのところのマジックテープを外します。で、マジックテープをピンクのところを外してもらって、こっちのピンク色の部分も外します。ここの部分を腰ベルトを回してもらって、この下に開けてもらうとピンクのファスナーがありますので、そこにファスナーをピンク同士で留めます。で、こっち側も同じように回して水色は水色のところに留めます。はい、で、戻すとこういう形で股上が広くなって、エルゴ360とかエルゴオムニ360アダプトのような形の股上がこう広めの抱っこ紐として使えます。股上が広くなっているので赤ちゃんが大きくなった時には この広いタイプで使っていただけます。で、安全ベルトを忘れずに留めてください。赤ちゃんの間のところに、お腹のところで留めます。バックルはこんな感じで、赤ちゃんが大きくなってきて1歳2歳になった時もこういう感じで後ろ向いてもらっていいですか。こんな感じで、はい、前向いてください。長く使うことができます。背が大きくなってきた時には頭当てが邪魔になることもあると思うので、はい、折り曲げて使っていただければいいかなと思います。で、大きくなってきた時に前向き抱っこもすることができます。お散歩するときにパパがこう一緒に公園行くときとかは前向き抱っこもできます。その場合は前にやるので、股上のところは新生児の時の股上浅いバージョンにして使ってください。ヒップシートに変更するときはここのさっきのボタンを外します。両方外して、はい、ここのマジックテープを外し、チャックを外しますと、このオプションだけになります。ベルクのオプションパーツになります。なので新生児から使いたいなとか、抱っこ紐もヒップシートも使いたいなという方はこのベルクの本体セットとオプションパーツ、この2つが必要になってきます。なのでベルク新生児から使えるって言ってこの下の部分だけ買っても、ヒップシートの抱っこ紐と台座の部分とは使えますが、新生児からは使えません。これだけだと。なのでオプションパーツを買って、抱っこ紐も使えるし新生児からも使えるしヒップシートも使える。
はい、ベビー&ミーのベルクとワンズの比較まとめを始めます。初期の頃からベルクとワンズはかなり小さくなっていて、ベルクとワンズの違いは座面の部分の滑り止めが前面になったというところが大きいです。中の部分も初期の頃右側からワンズ、ベルクとどんどん小さくなっていてスマートになっています。またお腹に当たる部分のクッションがついて、痛くなくなっていますね。ワンズとベルクのポケットはサイズがかなり大きくなっているのと、取り外しが可能になったというのが大きいかなと思います。あと肩紐の部分ですね。ワンズの頃はかなりふわふわしていて柔らかい感じだったのが、ベルクになってスマートになったというところですね。これは結構好みの問題もあるかと思うんですけれども、結構ごつい感じで感じるのがスマートになったのかなと思います。ベビー&ミーのベルク、ベルクファーストのまとめに入ります。一番大きいのはやっぱり新生児から使える抱っこ紐としても使えるというところで、ヒップシートに差し替えることも可能です。エルゴオムニ360のように新生児パッドが必要なく使えるというところも大きいです。ヒップシートと抱っこ紐のどちらにも差し替えれるので、新生児からオプションを使うとヒップシートも抱っこ紐もどちらも使えます。で、お色はネイビーとスティールグレーですね。どちらも使いやすいお色なのかなと思います。ベルクのヒップシートで使った場合は首座り後から使えて4ヶ月から20キロぐらい、4歳ぐらいまで使えます。ヒップシートは対面抱っこ、通常の抱っこと前向き抱っこ、エルゴ360のような景色を見れる抱っこもおんぶも可能です。ちょっとおんぶはしにくいかもしれません。で、ヒップシートの台座のみで使えるのはミヤミリーもポグネーも一緒なんですが、新生児で生まれた時の補助にすごく良くて腱鞘になりにくかったりしますね。あと授乳の補助にも使えます。デュアルフォームがついたことでお腹が痛くなりにくいふわふわのフォームがついたということも変化の一つです。右側の初期からワンズ、ベルクとワンズとベルクだけフォームがついていて小さくなっています。安全ベルトもついたりとか、フードカバーも収納することができます。ベルクファーストのオプションを使うと抱っこもできるんですが、お色はネイビーとスティールグレーで使いやすいお色になっています。で、このベルクファーストを使うと抱っこ、新生児から抱っこできて、退院した頃から 3.2 キロから15キロまで使えます。前向き抱っこと対面抱っこ、おんぶもできます。このおんぶが結構私は使いやすいのかなと思っています。で、浮動がついた、新生児から使えるようになったところが大きくて、頭当てが大きくなっていたり、フードカバーがついたり収納することができます。赤ちゃんが本当に小さくても新生児でも頭を支える部分がふっくらしていて使いやすいです。メッシュの部分は、ポグネーと、ベビー&ミーはくるくるっと巻いて留めるタイプ、ミヤミリーは取り外すタイプです。生活防水生地はどれもついていますね。と、股上のところが広くしたり浅くしたりすることができるので、新生児の頃から本当に3歳4歳まで使える抱っこ紐として使えます。 M 字になることがすごく大事なんですが、これもカバーしています。今回はベルクファースト、ベルクをご紹介させていただきましたが、たくさんの抱っこ紐、ヒップシートある中で、これから初めてのお子さんだったり妊娠されているマタニティの方でどれがいいかわからないという方は、新生児から使えて抱っこ紐でも使えてヒップシートでも使えるっていうのでは、かなり選択肢のうちのベストワン、ツーの中に入ってくるんじゃないかなっていう画期的な抱っこ紐になりますので、今回ご紹介させていただきました。私たちは抱っこ紐のメーカーではなくて、抱っこ紐を使わない時にダランを解決する収納カバー、深子を製造販売させていただいております。抱っこ紐歴も11年12年になり、たくさんのママたちに関わらせていただきました。小さいお子さんがいて好きな時間に働けない、気軽に休める会社がなかなかない、私もそうでしたが、という声もあって、ママたちが働きやすい会社をと6年前に作りました。抱っこ紐自体にもかなり詳しくなってきて、
初めての出産のお母さん、妊婦さん、抱っこ紐どれがいいのかわからない、間違った付け方をされてる、いろんな抱っこ紐を試着するところがないという声をたくさん聞きました。妊婦さんやママがたくさんの荷物を持ってお子さんを連れて何店舗もうろうろ試着するのは本当に大変です。育児用品の大型店舗は他の商品も売ってますし、担当者さんが詳しくなかったりすることも多いそうです。実際に2人の子供を抱っこひもで育児してきた経験と、7万人以上のママたちの抱っこひもに関わってきた経験、大阪にあるルカコストアでたくさんのママたちの声を聞く中で、私に合う抱っこひもはどれという声が多くて、一人一人に寄り添ったあなたに合う抱っこひもプシートの提案ができればいいなと思っています。10年 NICU で勤務経験のある看護師で、現在市の検診などの保健師で、3人のお母さんでもあるスタッフも在籍しています。ルカコストアは大阪梅田駅から最寄り駅で10分、駅からは少し離れていますが、遠方の方は徳島とか博多からも来ていただいています。豊中にありますが、大阪市内はもちろん吹田、箕面、高槻、森口や門真、枚方、伊丹や尼崎、西宮、神戸や京都からもたくさん来ていただいております。すぐ近くに格安駐車場もあるので、ぜひご家族で遊びに来てください。ママたちのお店で金曜日と土曜日の11時から3時のみのオープンです。Google マップでルカコ検索で出ますので、関西大阪方面の方はぜひ試着、もちろん購入もできますので、あなたに合った抱っこひもを一緒に見つけましょう。あと最近の抱っこひもは高額になってきています。ネットで試着せずに購入するのは怖いという方も多いので、ぜひ試着して相談して、もしくは LINE で相談して購入いただけたら嬉しいです。ネットで価格が安いものを探す方も多いと思うんですが、正規品ではないものもかなり多く出回っています。安く買ったりお下がりでっていうのもいいと思うんですが、結局使えずに買い替え相談に来られる方も増えていますので、ぜひ相談の上納得したものを購入いただけたらなと思います。もちろん関西方面じゃなくて遠方の方は LINE で購入前も購入後もフォローさせていただいています。気軽に先輩ママに聞く感じで質問できますので、ぜひ LINE で問い合わせいただけたらなと思います。抱っこ紐自体はどこで買っても定価はほぼ同じことが多いので、アプリ社さんのアップルケアのようにフォロー付きで安心して買っていただくというと分かりやすいかもしれません。もちろんフォローは無料なので遠慮なくご質問ください。またすでに抱っこ紐持ってるけど肩こりがひどくてとか、腱鞘炎、ぎっくり腰になっちゃった、腰痛持ちでという方多いと思います。実際私も2歳と0歳の育児の時に、ぎっくり腰になって本当に外で大変な目に遭いました。なのですでに抱っこ紐持ちの方も、今お持ちの抱っこ紐の付け方を変えるだけで結構楽になることも多いので、付け方レクチャーとかあなたの体型に合わせる調節をするだけで、うわ楽になったって感動される方も多いので、女性だけでも来ていただけたらなと思います。最近抱っこ紐の盗難も増えているそうです。育児をしていると赤ちゃんから目を離せないということもあって、抱っこ紐から公園などで目を離している隙に盗難にあって、メルカリなどで販売されているということもあったりするそうです。子育て支援センターで同じ抱っこ紐で間違えて持ち帰ってしまうということも起きているそうですので、ルカコストアでは来店プレゼントとして抱っこ紐につけられる木製イニシャルチャームをプレゼントしています。これからもママの立場に立った面白い役立つ情報をアップしていきます。ぜひフォローボタン、いいねをママたちの励みになります。詳細は概要欄に貼っておきます。長時間見ていただいてありがとうございました。ママの育児がおしゃれにスマートになりますように。